若井さん、どうぞ。はい、すみません。ちょっと今、たぶん、おしっこたぶん。あ、しるしるしる。おい、ましる。なんでこれからも漏れてもう我慢抜き。なんかこれ、いいか。なんか変な感じがする。我慢抜きかい。まだいけそう。ちょっとじゃあ、はい、行ってください。行ってきます。もう出ちゃうよ。ありがとうございます。お散歩行ってきて。そんで、いいよ、いいです、行ってください。で、帰ってきたらまたおむつつけて、そんで。と、おしっこだけ。おしっこだけですね。おむつもう一丁。これは使うとして。まで終わりました。数字。リクちゃんは朝の何グラムだっちったかな。ちょっともうちょっと増やす。プラス100にして、時間に注意して、はい、で放水してるみたいにしながら歩いてます。しながら歩いていけると思うよ。よいしょ。見てのこの噛んだら、はい、おしっこしながら歩いて。最近なんかもう帰るので気が取られてるから、あんまり走ってこないから。はい、こちらはじゃあちょっとお願いします。はい。はいよいしょ、よいしょ。あ、まだもう一個、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 やってほしい。もう一個、一応やってきてもらった方がいいね。もしも。あ、違う。それこそ。逆だ。こっち、こっち。はい、じゃあ、はい。じゃあ、これはお返し。はい、じゃあ、それでね。はい。じゃあ、明日、明日ね、またね、9時半くらいにしてもらいます。朝来るの、はい、10時から外来があるんで、はいはい、分かりました。はい、お願いします。分かりました。はい、またしっかり食べたの。そう、しっかり食べてますよ。太ってきて。ちょっと増えるぐらいね、体重が。なんか今朝もすごい元気ですよ。本当。あとだからちょっと食べ出す。だから、今日の夜は無理だと思うんだけど、明日の朝がね、食べてくれるといい。食べてくれればいいんですけどね。朝はお腹空いてるはずなんですけどね。3グラムしかでも、他のは食べるけど、フードは。まあ諦めずにちょっと食べさせてから来てくる。違うのと
かなんか。